怖い、なんかめちゃくちゃ怖いけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ出発してこうか。さあ今回一緒に行くのは誰ですか。はい、キャンディーさん、そしてくるみん、あとは誰。お、ゆうかさん行こうか。新たに開いた方の道を進んでいこうか。え、なんかおるんやけど、ちょっと待って新たに開いた方の道はいいんやけど、ちょっと待って。いいねいいね、超金ぴょんやん。ちょ、お金お金お願い、逃げないでね、倒させてね、ちゃんと。さあみんな頑張って、倒せ倒せ。いや、ついよついよ、ちょ待って、怖い怖い。もしやこいつはあれか、あの逃げないけどめちゃくちゃ強いって、そういうちょノリノリになってこう、みんな。よし、これでいいや、頑張ろう、いけいけい。みんななんか金に目がくらんだ、金の亡者みたいないけ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 。そう、そいつは金だ、そいつは金だよ。うわ、体力も多いな、弱い弱い。ほらー、もうダメ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 。うわー、怖い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 、めっちゃ怖いんですけど。一応回復回復、もうちょっとでも早く回復を。はい、もう命の振りかけがないから、みんな頑張ってこう。落ちた、オッケー、やったね。ふぅ、強かった、めちゃくちゃ強かった。お、いいねいいね、2万ゴールド嬉しい。いやー、いい収穫だったわ。さあ進んでいくか、次こそ次こそ。さあがっぽりお金も儲かったけん、次宿屋に着いた時はまたみんなにいろいろ買っていこうね。アイナ様、ほいほい。いやいや、私はどこでもポストマン、アイナ様にお届け物です。誰から。手紙を受け取った、しかとお渡ししましたよ。アイナへ。あはは、元気でやってるかい。困った時こそ笑顔を忘れずにね。グレイシアより。グレイシア何もついてないんやね、バナナとか何かしらくれてもいいんだけどな。お、いやー、みんなが大妖精、長女ミク、次女ピンク、三女ナナ。あら、またなの。え、そんな、あわー、え、ここでやっと気づいた感じここでやっと顔が取られたことに気づいたの、遅くない。寝よったとかそういうことじゃないよね。じゃ、みんな頑張ってこう、倒そう倒そう。あれだな、もうなんかみんなさ、とりあえず一番最初にノリノリになった方や。これでよいし、違う違う違う、これで頑張ろう。怖い、なんかめちゃくちゃ怖いけど、頑張ってこう。おたまじゃくしの方はなんかあっという間にやってくれそうかなと思ったけど、そうでもなさそうやね。ほら、全然強い。え、だってノリノリ状態でさ、こんだけ耐えるってことは、普通に戦ってたらめっちゃ勝ったってことやん。あ、死んだスンってなっとった今ピチピチせんくなったよ、新鮮さがちょっとなくなったね。あ、なんかやばい攻撃が来そうな気が。大丈夫なのか。アスムはこのみんなの状態を見てどう思うんやろうね。頭がおかしくなったんかなって思ったの頑張ってみんなまだ生きとるね。まだか、もうあとちょっとじゃない。でも多分どう、あー生きてるな。みんな回復回復もちゃんとしてこう。うわー、なんか爆発しそう、大丈夫か。あー、キャー
二人一気に。やっぱりね、無念。あ、敵討ち。でも興奮状態の時の方がまだ。あ、ありがとう。もうちょっと早く出してくれたら嬉しかったんだけどな。お、リドレクション。あー、復活しない。なんてこったい。興奮冷めるなし。しかも、あ、もしかして興奮状態の時って回復せん感じやったっけ。死だけから。あ、よし、これでお玉抜きしはもうやっつけた。あとは真ん中の生きのいい、生きのいいカエルを。あー、二人ともめっちゃ危険なんだけど、とりあえず命、クルミン、クルミンに命使って。で、これ MP だな。で、ちょ、あのキャンディーさん、もう一回ぐらいリザレクションをリュカさんに使ってくれたらありがたいかな。最高。頑張れ頑張れ、リザレクション入った。やったね。ふう、さあこれでさらに、そうそう、上回復料理。オッケー、これでいい感じでしょう。ノリノリ振りだけ、もう一回分ぐらいなかったっけ。なかった。なんか5じゃなかった。ほら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 、あるある。え、ってことは攻撃力が高いのは誰やろう。ちょ、今とりあえず爪とギオル、クルミンにさらにパワーアップしてもらおうか。ありがとう。キャンディさん、もう泣かなくても大丈夫。ユウカさん復活したし。よし、いけ。ひょっほーい。おー、めっちゃやん。めっちゃパワーアップした。よし、いけいけ。いやー、ちょっとここで邪魔しないで。はい、改めて、まあ、1人分回数が多くなったっていうことで。あー、それ結構強烈やけん、やめていただきたい。くさーい、くさーい。あー、よかった、やっつけれた。今ちょっとね、 HP ふりかけをまた使おうかどうしようかなってめっちゃ思いよったよね。あ、ありがとう。いえいえ、助かったわ。ふう、よかった、これでみんな助かったね。あら、ありがとう。で、これ助けた人数さ、この、まあ、2回目なわけやん、みんな。それも1人って数えるのはどうかと思うよね、私は。ここ、ボーナス経験、プラス1400。はい、あゆなに。上オタマフード、上カエルジュース、オタマフード。オタマフードがなんか美味しそうに見えるよね。どうなんやろ、シチュー的な感じかな。さあ、これで。はい、元通り。ふう、よかったよかった。よかった。ふう、大魔王パワーアップしちゃったのね。超魔王マリアですか。超魔王め、迷惑のやつ。洗ったら勝てるわよ。頑張って、どうかご無事で。村で待ってます。負けたら許さないからね。ありがとう、みんな頑張るね。犬飼いたいな。ほどほどにねってどういうこと。ほどほどに飼うの意味がちょっとよくわからないけど。お、地獄の特上ホットドッグ、めっちゃいいやん。でもなんか辛そうやね。地獄のって聞いたらなんかめっちゃ辛そうなイメージになる。さあ、今回お金をめっちゃ大量に手に入れたけん、お、好きレベルアップ。みんなにいろいろと買ってあげようと思ってるんだ。好きなのかな。二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。すごく好き。さあ、ここで、ん、おお、メグちゃんと仲直りしようしよう。ユカさんともしてほしいけど。まあ、とりあえずね。はい、メグちゃんのところ行ってお話をしてきてくださいまし。メグ、ひどいことしてごめんね。またメグと仲良くしたい。おお、私も、ありがとう、あゆな。いいね、友情。ムカムカ終わり。
ナを許した。さあってことで、料理上玉フードが入、生後7ヶ月向けつぶつぶ野菜入りで舌触りを楽しむことができます。離乳食かそういうことか、なるほどね。あーフィッコーちゃんだけちょっとよろしくなかった。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレットを。四つ葉のクローバーをください。あれ、四つ葉のクローバー、そっか、格好がそうなんだけど武器は違うんか。これフィッコーちゃんやろ。あ、止まれ。はい、通り過ぎたはい、 HP バナナ1本ゲット。それじゃあちょっとお待ちかねのお小遣いを。え、一人しか、こんな時に限って一人しか欲しがらないのね。英雄の翼、まあまだまだお金はたくさんあるからいいね。かっこよくなったね。おー、なんか城を守る兵士って感じね、この辺のかっこいい、これいいね。はい、それじゃあ出発しましょうか。本当はなんかいろんな人のさ武器を強化していきたかったんやけど、とりあえずミラさんの防具が強化されたということで。誰だったの今、どっちだったの。はい、プーさん、キャンディーさん、リミちゃん、はい、この4人で行こう。メグちゃんがちょっと今頑張るって言ったけど。小悪魔の服、翼を20種類集めよう、達成。次は奥のエリアに行く。あ、クイズマンが、お、そろそろあれやね、そろそろなんかびっくりマークが出てきだしたけど、行くか。行こう行こう。大丈夫かな、何が心配。どっちのスイッチを入れる、どうしよう。右左右左右左右右。お、 MP アメゲット。なんかこれ片方やったらもう片方がすごい気になるよねあ、すも心強いか。全く心強くないんやけど、石ころ投げるだけやん。はい、ゲーム券1枚ゲット。ここはもう平凡に終わりそうな感じかな。猛烈な眠気が、頑張って、もうちょっとで多分やどやだから。あー眠い、昨日ずっと考え事してて全然寝てないんだ。あー眠い。リミね、寝てる、立ったまま寝てる眠いアピールすることなく、リミちゃんはもう自然にスヤッとそれが一番眠そうな感じはするけど。お、これは気持ちよくパパパパパパってやっつけれるやつやね。どうでもないエクスプロージョン。くっそ、残った残ったわ。全員一気に行きたかったのに。次誰か全体攻撃しない、誰か誰か。あー、なぜならもう一体ずつやねなんてこったい。僕が作った SP バナナをどうぞ。ありがとう。普通の SP バナナと比べてなんか回復量が多いとかなんかあるんかななんもない、普通の SP バナナなのかな。楽勝だった。いやでもリムちゃん結構ダメージ受け取ったけどねお、熱弾連射を覚えた。巨大なエネルギー弾を3発敵に打ち込む攻撃技、新しい技や。やったね。あー今のでなんかボーナス経験値があったらリンちゃんにあげようと思ったのに、もうちょっとやったよね。僕が大魔王だった時、うん、魔王が考えてること少しだけわかったんだ。魔王の目的って何なの。多分人間たちを苦しめること。魔王の心は人間への憎しみ、嫉妬、そして怒り、人間への悪意で溢れてた。うわー、放っておけないね。僕の責任だ。あいつの誘いに乗ったせいで。大丈夫、任せて、私がやっつけるよ。うん、ありがとう。とりあえず君もさ、なんかいろいろと強化した方がいいと思うよ。石ころ投げ寄るだけじゃねえ、いつまでもちょっと邪魔なだけだから
案内役みたいな感じなんかな。お、好きレベルがみんなどんどん上がっていく。かなり好き。ん、今のは別に何もなかったよね。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。さあ料理は一個しかないけど、クワマシュマロ誰？あ、フィッコーちゃん。さっき一人だけ死んどったけんね。今回ご機嫌で追われてよかった。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。タイガーアーマーをください。多分プーさんのであろうタイガーアーマーをください。あー通り過ぎる。 MP 雨ですね。まあ今料理でもいいんやけどね。料理が空っぽなので。はい、そして今回は誰を強化できるかな。お小遣い。お、いいやんいいやん。はい、プーさん英雄の玉。まだ強化できるよ。なんで MP 雨なん。ちょっとしっかりして。しっかりしてよ。はい、ゆうかさん英雄のだが、ちゃんと買ってきてね。なんでなん。お金が有り余ってるから。そういうの買ってこなくていいんだよ。ってことで、さっちゃん、さっちゃん、よし、英雄のコーデだね、ちゃんと。オッケーオッケー。さあ、あのパステルチックのやつが可愛かったは可愛かったんやけど、こういう感じで黄色でいこう。さあ、ってことはもう一人、リミちゃん、精霊のローブ。いいね、綺麗系やね。どれがよろしい？ピンクかな。かわいい。さあ、これで今回は、まあ、武器の強化を本当はしたかったけど、さっちゃんとりみちゃんの防具の強化ができたということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、次回は多分クイズマンからになるのかな。で、その次ぐらい、次の次ぐらいかな。もう目的地にもうすぐ着くと思うけん、頑張ってこう。